さんま先生の株取引です。見てください、この利益。負けてるのがほとんど少ないぞ。こんぐらいですね。日立製作所シャープニコン、ずーっとありますね。34銘柄の2ペアですから68位ですね。この銘柄を東証日経225で取引したんですよ。見てください。まあ4000万ぐらいなんですけれども、投資金額はね、4000万5000万ぐらいですか。見てください、ほとんど勝ってるでしょ、これすごいですよね。ほとんど勝ってます。これね、さや取引のね、順張り方式っていうね、これは負けてんですね。これはどうして負けてんだろう。これどうして負けてんだろうね。これは上がっちゃったんだね。下がっちゃったんだね。で、これは売りで、そんな負けてないよね。ね、そんな負けたら変わってないね。手数料ぐらいだですね。見てください、これ全部プラスですよ、これ。選び方うまいですね。このなね、さや取引ってご存知ですか？2つのね、銘柄で、このようにね、属性が同じようなものを2つ取引するんですよ。それで、この両者の変化でもってね、安全性をとって、投資するんですけども、素晴らしいでしょ、この利益。単純じゃなくて、見てこの投資数。ね、ほとんど勝ってますよ、これ。見てください、これ。これ。ね、プラス、プラス、プラス。銘柄ね、これ27個ですね。ペアの27ですからね。そんなに勝ってんですね。負けてんのは1、2、3、4、5、6、7個だけですね。で、この仕込んどいたさや取引、これ、あんま先生も、株は強いですね、本当に。見てください、これ。これね、ちょっとお見せしますけども、これでちょっと操作してみましょうか。ね。池225同期種。225だけね、上場の安定性のある株だけ、225個だけを見るんですね。証券会社が決めてる、その、意味わかります？ 225 って、日経225っていうのは、何のことだって。日経225って何のことだろうって、銘柄。これは知らない人多いですね。そんなの知らないで株投資しちゃダメですよ。日経225はね、あまり破産しないとかね、潰れないとか、そういうようなものを選んでね、安全性の高いものを選んだものなんですね。その銘柄のことを言うんですね、株式のね。それで、6ヶ月間でね、分析で。
それでこれで分析してみるんですよ。今の銘柄はどうでしょうかってね、いくつありますかってね、466ね、まあこちらも映ってるわけなんですけどね、ちょっと多いですけどね。で、まあちょっと2ニッパーともかくとして、その他ということでちょっと数多いかもしれないですけども、それでねこう取りますでしょ、こう出るわけです銘柄が。それでこういう時にね、これ仕込んでないやつですね、まだこうにいろんなのあるんですよ、これずっとあるわけです。で、資金を見てね、投資金額一つってこれ144万いるんですよ。で、全部かかる費用ってまちまちでね、これで2つですからね、片方は400とか4対5なんですね。で、100株ずつしか取引できないんですよ、いろいろありましてね。で、こういうものからちょっと選別してみるんですよ。で、資金もあるんですけどもね、資金はまあいろいろあるんですけども、まあ指定しないでね、ちょっとこうにクリーニングして、特別にこのね出過ぎてるやつをね、ちょっとだけにするんですね、これ。この全部から。そうしますとこれだけ出てきて33出てくるんですね。これ出過ぎてますでしょ、これみんな出過ぎてるんですよ、ね、これを全部一瞬にしてね、株の何千ものあるものを分析してこう出していくわけですね。一瞬にしてこう見つけちゃったんですよ。こういう機械操作ができるんですね、これね。全部ね、両上か下か、ね、でね、出過ぎてるやつを、これなんかも出過ぎてるでしょ。それを見て、逆に戻るというような感じがするんですね、こう見るとね。大体ね、戻んないんです。伸びていくんです、順張りで。ね。それでこの順張りで流れ、伸びていくやつをちょっと仕込んでみたんです、これ。これ。で、前にね。いつかというと、仕込んだのが11日ですね。今日は14日ですから、仕込んだのが11ですから、ここですね。先週の金曜日仕込んどいたね。結果土日挟んでね、っていうのはね、土日挟む時にはみんなね、この鞘取引でね、逆張り狙うんですね。逆張りを。これは盲点なんですね、株式の。そうするとみんな、順方向に一時流れるんです、このように。ね、順方向に流れるんですよ、これ。銘柄ね、ペアの。このようにほとんど勝ちになっちゃう。で、34銘柄のペア、68銘柄ですから約4000万ぐらい資金使ってるね、これね。ね。それでこれだけの利益取っちゃう。これ。
4000万でね。ね。4000万持ってるとこういうことできるね。5000万か4000万ぐらいあるとこれだけ。ね。たった金曜日投資して、金曜日投資して14日。ね。14日。目にしてね。今、まだ月曜日になってないけども、ね。開けたとき、閉めるとき、開けたとき、まだ夜中なんだけども、ね。これがチャンスですよ。この繰り返し。これはね、私が、今、戦略方法で見つけ出した方法なんね。これ公開しておりますよね。11日ここでね、取引させたんですね。1月11日、締め切りでね、土日が休みでしょ。それで、もうそろそろ開けるかなということですね、これね。ね。これはね、私流の一つの戦略方法ですね。逆張りじゃないんです、これ。さやとり、これ、赤い線の平均誘導線に戻ると思うでしょ？逆に、離れていっちゃうことが多いんです、こう。みんなそうでしょ、これ。みんなそうなの、これ。あ、これは違うね。これはね、今後だから。現在こうですね。このようにね。どんどん離れ、これなんかもう相当離れてでしょ、これね。3万3200円の利益ですよね、これ。ということですね。これでお金を増やすんですね。どうもありがとうございました。半前山先生の鞘取引での順張り投資流の戦略方法でした。こういう方法もありますよということですね。